さんこんにちは。去年の夏のキックスターターキャンペーンで皆さんからいただいた熱い応援のおかげで、百英雄伝は2020年キックスターターゲーム部門の第1位に輝くことができました。本当にありがとうございます。そして開発が始まってからも日々皆さんから届く熱いメッセージにチーム員一同とても励みにさせてもらっています。絶対にいいゲームを作ろうという支えになっています。そんな皆さんに今日は僕たちから重大な発表があります。これは僕たちにとってもとても嬉しい発表になります。ラビットベアスタジオス代表村山義隆です。百英雄伝ではゲームデザイン、そしてメインシナリオを担当しています。今回皆さんに百英雄伝のプレゼンをし、505ゲームさんとパートナーシップ、パブリッシャー契約を結んだことを発表させていただきます。今回のこの契約は以前から我々が望んでいた作品の方向性、そしてその世界観の権利を我々の手に残した形で責任を持ってコントロールできるという非常に対等な契約となっており、この契約を可能にしたのはバッカー支援者の皆さんによる熱い応援によってキックスターターの大成功、これが可能にしたものです。本当にありがとうございます。今回百英雄伝を素晴らしい形でみんなで完成させるためには、もちろんバッカーさんの力も必要だったんですけど、他に別のサポートも必要だなっていうふうにみんなで考えていました。で、今回選択の決め手になったのは、やはりこれまで505ゲームズさんがブラッドステインドだったり、やっぱ PC 版のデスストランディングとか、そういったものを手掛けていたっていうところがやっぱり大きかったかなっていうふうに思っています。今回の契約によって百英雄伝は我々が望んだ形でさらにクオリティアップした作品として皆さんにお届けできると確信しています。505ゲームズは日本のクリエイターの感性みたいなものを非常に理解し、そして常にですね、リスペクトしてくれる会社だなと感じました。505ゲームズであれば日本のゲームの良い部分をより一緒に高めながら、世界中の多くのユーザーに向けて面白いゲームを発信できるなと確信しています。今回のこの成果を与えてくれた、支援、ファン、皆さんの、応援に対して改めて感謝させてもらいます。ありがとうございます。これからも百英雄伝の情報を発信していこうと思っていますので、各 SNS のフォローとよろしくお願いします。それでは